こんにちは。ブラリオチャンネルではなんとなく気になったものや身近にあるものを実際に手に取って紹介します。今日は平家の里にやってきました。結構広いところに住んでたんだね。これは乗れないよね。私も乗れなそう。鹿の家です。栗を食べています。資料館に来ました。誰かのお家みたい。入ってる、ちゃんと入ってる。今日は平家の庄に泊まります。ご飯です。いただきます。小舟の湯。あったかい。花畳の湯。滝がすごい。千と千尋みたいなエレベーターです。